本日はストリートで街づくりのリアルを学ぶストリートマネジメントスクールアット大宮第1回目のプログラムになります。スクールマスターの工藤さん、一言ご挨拶をお願いいたします。大宮舞台に実際のプロジェクトを仕掛けながらストリートマネジメントが学べる内容になっておりますので、実践型ということで受講生の皆様方の力も大切になります。よろしくお願いします。そうですね、スクールをやるのは、一つにはですね、こう外部空間の中のいろんな戦術的なところをどう戦略に変えていくかという時に、こう人材が非常にこうたくさん必要だと思っていて、でその人材を供給しながら我々もいろいろ考えていきたいというよう なんかそういう、こう二重の意味があるような気がしてまして、スクールという形を使ってこう大宮のこう、ムーブメントを作っていこうと。こっちの頭から、どうやってこれ窓外す？まだ行けます？でかいな。以前からもう本当これは商店、うちのこの商店街の課題で、大宮駅東口の信号一つ渡るごとに人流がもう本当1000人2000人っていう単位で落ちるんですよ。それで商店街の会員さんもやっぱり数が減ってきてしまったんですよ。会員として商店街に属しても還元されてる感がない。そうかといってテナントさんを急になんかましてや、そんななんていうか、こう業種を選定するとか、なんかそういうわけにはいかないので、理想は今日みたいな感じがこの通り両側全部に広がればいいなって。あれですよね、本当に継続できるのかどうかっていう心が心配ですけど、一過性のもので終わらないように。そのためにやっぱり沿道店舗とかとも連携を図るようにしてて、例えばおしぼり配って共通のストリートとして打ち出していくとか、あとは沿道全体にこういう家具だったり照明つけるとか、そういうなんかこのストリート全体に仕掛けるようなことはしてるので、そういう動きとともにイースト自体も何か出たらっていう感じだと思います。まだ事前に紹介させていただいた方々だけですけど、徐々に大宮の町がだいたい1時ぐらいにランチのピークが来るんで、ちょっと遅めなんでこれからなのかなと思ってます。お待ちしておりました。ソースカツ丼を作っていただいた新野さんです。カレーハウス一番館ってのやってますよ、はい、それでクリアさんからカレー屋さんやってたんだから、ここでじゃあカレーを売りましょうっていうことになったんです、うん、店をもう3年前に店閉めたんですよ。ここね、一応立ち退きなの、もう地震対策もそうだけど、そのためにも多分ここを壊して全部立ち退きにさせてっていう考えじゃないの。
これからまあね、そういう場所を提供してくれるなら参加してもいいよねと思うよね。うん、だってほら全然今無職だし、やることないし、ね、それが一番。まあ、新納さんの例ではないですけれども、ああいったもともといた方というか、あのそういった方にもう一回お手伝いをいただく、でそういうことで例えばこういうところも、ここだけではないですね、あの高齢化みたいなのが進んでるところがあったり、でも彼らっていうのはまだまだ全然元気で、バリバリ働けるっていうところの、層が生まれていると思うんですけれども、そういうところを例えばここがあることによって何か、解決というか、糸口になればいいなと思っています。本当に自分の時間を使っている業務でもないにもないんですけれども、そうやって自分の時間、自分の休みを使ってああいうふうにやってくれたっていうのはすごく新鮮というかびっくりしました。本当にそういったのが何て言うんだろうな、本当に今後も続いてくれればいいと思いますし、まあ、先ほど言った通り、じゃあ町としてそこをどうお手伝いできるのか、でなおかつ、まあ、町として彼らがどうここに定着していってくれるか、そこから先はまた僕らもちょっと努力をしなきゃいけない、いかに彼らに魅力を見せ続けられるかというか、彼らがやってくれたことを引き継げるかっていうのはちょっと課題感を持って僕らやっていきたいなと思っています。実際やっぱりその本とか文字で読むっていうことでは分からない、やっぱりその現場での苦労であるとか難しさであるとか、あと達成感みたいなもの、まあ、それを実感できたのはすごく良かったかなというふうに思います。言語の違う人同士でどう対話していくかっていうところだったと思います。自分の熱い思いだけ伝えてもむしろそれが伝わらないことの方が多くて、具体的で現実的な提案を相手に分かる形でこう投げていくっていうのはちょっとこれからもやってみたいなと思っています。ずっと SNS の DM とかで連絡を取ってたんですけど、ぜひ次は参加させてくださいっていうのがあって、結構この反響ってこんなことあるんだって思ったので、まあそれほど魅力的な取り組みができたのかなと思いました。そうですね、やっぱり我々の役割はこうハーバーマスとかに言わせるこういわゆるこう生活世界とシステム世界みたいなものをつなげるみたいなことが結構大事だと思うんですけど、生活世界のこう井戸端、例えば会議で生まれるような普段のコミュニケーションみたいなものから行政とか企業の形式的な言語にこう翻訳する役割っていうのが大事 で実験っていうのは結構そのやっぱり狭間で町の人のこうコミュニケーションみたいなところから生まれてくんだけども、それをこう行政にこう何て言うんですかね、接点を作っていく、まあそういうところにあると思うので、まあ UDCU のもともとそういうこう何て言うんですか、立ち位置みたいなものをまあちょっとこう取り戻すようなところがスクールにあったんじゃないかなと思いますね。町や都市を動かすって大変なことだし、行政とかいろいろ巻き込まないとできないけど、もうちょっと身近なところで自分の身の回りで少し変えていくってアクションはすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思っていて、今回のきっかけに、もう少し自分たちの身の回りのフィールドに彼らが落とし込みながら、まずは自分でできる範囲で何か活動をね続けていってほしいなっていうふうに思います。